はい、今回トヨタからですね、新型の超高級 SUV 車の市場投入の発表があったんで、その新型車のスペックでデザインと価格と発売時期について紹介します。超高級 SUV、 スポーツタイプで多目的車、センチュリー級って書いてるんで2000万以上ですね、するみたいで、トヨタが手掛けの中では SUV で一番高いですよね。一番高いトヨタの SUV でランクル200、ランクル200でも500万か700万ぐらいで、レクサスの中でだったら LX ですね。 LX も1100万か1200万ぐらいの価格帯で、センチュリー級ではないですよね。で、発売用途、発売目的に関しては発売理由ですね。日本で培った匠の技術を結集し、要人の移動車用途などで世界の VIP 需要を開拓する。年産で1000台なんで、月産にして80台から90台、まあまあ多いっすよね。そんなに生産して売れるのかというのもありますけど、ライバル車が主に4車種、ロールスロイスのカリナン、初めて聞きましたね、4530万、センチュリーの倍以上で、カリナンは2018年に発表されたロールスロイスの SUV 車で、 V12 の 6.7.5リッターツインターボエンジンで、メルセデスの AMGG65 3900万、それでも高いですけどね。で、ランドローバーのレンジローバー3202万円、で、ベントレーのベンテイガ3000万円、ライバル車の価格帯は3000万から4530万、これらよりは確実に安いでしょうね。で、スペック、全長が5m14、車幅が 1m98.6 で、全高は 1m60.5、全長は 5m 近く、車幅は 2m 近く、全高は 1m60 超えてて、SUV なんで、全高はこんなもんでしょうね。国内で問い回しするには結構厳しい車体サイズで、でホイールベースが2m97.4、約3メーターで、22インチの台形タイヤで、パワーユニットの方が新開発の6気筒 V 型6気筒 V6 3.5 リッターのツインターボエンジン、さっきのカイナンがカイナンの約半分、421馬力で 61kg、 トランスミッションは10速 AT で、駆動方式は4駆でしょうね。現行型センチュリーの価格帯が1996万円、今回発表されたセンチュリー型 SUV、センチュリーって決まってないんですけどね、超高級 SUV 車の価格帯が2200万から2400万円の価格帯になるんじゃないかっていう情報です。で、もう一つの説として、レクサスの LQ がこの超高級 SUV 車じゃないかって言われてます。LQ だったら LX より若干高いぐらいなんで、1200万から1400万なんで、センチュリー級って歌ってるんで、1200万か1400万だったら確実に安いですよね。コンセストはないと思うんですけどね。多分こう2000万か2400万のセンチュリー型 SUV の方が可能性は高いかなと思います。で、2023年愛知県内で生産予定。愛知県内って言ってもトヨタの自動織機の方で生産すると思います。はい、ということで今回は新型超高級、トヨタの超高級 SUV 車の
新情報としてスペックとデザインで価格と発売時期について紹介しました。